どうもこんにちは。今回は日産がヨーロッパ市場において最大 150kW 級の急速充電器を600カ所以上に設置を進めていくというインフラ設置戦略を発表し、さらに我々日本市場においても急速充電器設置に対する補助金申請ラッシュを迎えており、今後急速充電器が大量に設置されるという超朗報とともに、そのスピード感だったり、その実際に設置される充電器のスペックに対する大きな違和感についても、特に2022年に購入できる電気自動車の判断材料という観点から徹底的に解説していきたいと思います。まず今回の日産についてですが、2010年に世界初の本格量産電気自動車である日産リーフを発売し始めてから早くも11年が経過し、その電気自動車黎明期から地道に自社の販売店をはじめ充電インフラ、特に経路充電インフラとなる急速充電器の設置を進め、電気自動車で長距離を運用されたことがある方でしたらお分かりかとは思いますが、現在の日本市場における急速充電ネットワークについては実質日産が構築していると言っても過言ではありませんので、特に田舎に行けば現状どの電気自動車を所有していたとしても、日産ディーラーに設置してある急速充電器を利用するというのが最も利便性の高い充電方法となっているということなのです。ただし、例えば田舎に行ったとしても別に道の駅などに設置されてある急速充電器などもあったりしますから、別に日産ディーラーに設置してある急速充電器が最も利便性が高いとするのはバイアスがかかっているのではないかと思われた方もいるかもしれませんが、なぜ日産ディーラーに設置してある急速充電器の方が利便性という観点においてよりマシなのかという点で、まずはその充電性能が道の駅などの他の充電スポットよりも高いケースがほとんどであるということであり、日産ディーラーに設置してある急速充電器は最低でも 44kW、 特に最近設置が進んできている急速充電器の場合 90kW 級、最低でも 50kW 級という充電出力が基本となり、その一方で道の駅に設置してある急速充電器の場合、その多くにおいて20から 30kW というより低い充電出力しか発揮することができない、つまりそれだけ充電をより早く完了させることができるということなのです。さらにポイントであるのが、この日産の提供する充電スポットというのは24時間365日いつでも利用可能であるということで、道の駅をはじめさらにはホンダやアウディなど既に急速充電器を設置し始めている自動車メーカーのディーラーでさえ24時間充電器を利用できる場合は少なく、ガソリン車において死活問題となるガソリンスタンドの営業時間問題と全く同様に、やはり電気自動車においても充電スポットの営業時間問題は死活問題となるわけで、このような意味においてより高出力な急速充電器を24時間365日確実に利用することができるという安心感を全国どこに行っても得られるのは、やはり日本国内においては日産ディーラーに設置してある充電スポットしか存在しないということなのです。そしてそのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのが、我々日本市場をはじめグローバルにおいて日産の販売店に順次急速充電器の設置を大幅拡大していくということで、そもそもこちらの大方針に関しては本チャンネルにおいてもちょうど直近で取り上げていた今後の長期電動化戦略を示す日産アンビション2030において今後5年間でグローバルにおいて200億円という充電インフラ設置に対する投資を行う方針を示していたわけですので、早速日産に関してはこの大方針を着実に実行し始めようとしているということが見て取れるわけです。まずはじめに我々日本市場における急速充電器増設の件についてですが、こちらは日産側の公式発表ではなく日本の充電インフラ設置に対する補助金の申請状況から把握することができるということで、まずこちらが2021年9月中に採択された急速充電器の設置箇所についてですが、確かに日産の販売店を中心に BMW やイオンモールなども充電器設置の補助金の申請が通過しているわけですが、その次の10月度を見てみると、おそらく日本最大の充電サービスプロバイダーである e モビリティパワーの設置戦略に合わせてガソリンスタンドに急速充電器が併設されようとしていることが見て取れる一方で、日産ディーラーの補助金申請通過数が明らかな異常値を示しているわけで、特に私自身も在住している大都会埼玉県は東飯能という田舎と浦和田島という中心部のたったの2箇所しか設置されていないという秘宝ながら、それでも全国的に見れば相当数の販売店に急速充電器が設置されるということになります。さらに直近である11月度を見てみると、その申請許可数はさらに増加し、このようにその申請が許可されたほとんどが日産の販売店ということで、特に大都会埼玉県については残念ながら
たったの3店舗しか補助金申請が許可されてはいないものの、それでも多くの販売店に充電器が設置されるということを考えると、非常に期待することができるのではないでしょうか。しかしながら、今回の急速充電器設置についてはいくつか注意しなければならない点が存在し、まずこちらは新たに急速充電スポットが増えるというよりかは、既に設置されている急速充電器のリプレイスがその多くを占めるのではないかということで、例えば先ほど取り上げていた埼玉県の販売店を見てみると、東半の浦和田島、久喜インター、そして与野店という店舗のすべてがすでに急速充電器が設置されているということであり、したがって急速充電スポットの新設ではなく、古くなった急速充電器のリプレイスのための補助金申請であったということなのです。そして今回最も指摘したい点であるのが、そもそもこれらの急速充電器はいつになったらリプレイスがスタートするのかということであり、というのも既に補助金申請が許可されてから何ヶ月も経過しているのにもかかわらず、未だに新たな急速充電器が運用されているようには見えないわけであり、例えば9月に補助金申請が許可されている岩手の販売店については未だに初期型の急速充電器が設置されている、つまり未だに充電器がリプレイスされていないわけであり、こちらの補助金申請から交付までの流れを示した図によれば、交付決定のアナウンスから実際に設置を完了させて、その報告書の提出を完了させる期限というのがなんと来年である2022年の1月31日まで、つまりあと2ヶ月弱もの間に未だに設置が進んでいないと思われる岩手の販売店を筆頭として、これまで挙げた主に充電器をリプレイスする膨大な数の販売店は全て新たな急速充電器の設置を完了させなければならないのです。したがっておそらくこの年末年始にかけて一気に充電器のリプレイスが進むのではないかと想像することができるわけで、確かに日本最大の充電スポット検索アプリを運営する GoGoEV によれば、我らが埼玉県の与野の販売店については現在運用を休止中となっている、もしかしたら現在新たな急速充電器へのリプレイスが行われている真っ最中であるものと推測することができますが、いずれにしてもこれらの日産の販売店が本当に全て1月末までに充電器のリプレイスが行われるのかは、今後実際に現地に行って確認を取っていきたいとは思います。よってもしかしたら年末年始の大移動に日産の急速充電器を利用する際はそのリプレイスの工事が始まってしまっている店舗もあるかもしれませんので、その点も含めて日産側には事前のアナウンスをしていただきたいとは感じます。それでは今回大量にリプレイスが行われる日産の販売店の急速充電器について、どのような急速充電器が設置されるのかという肝心のポイントについてですが、おそらくその多くが 90kW 級の急速充電器となる公算であるということで、というのも令和2年度における補助金申請が許可された日産ディーラーに設置された充電器を見てみると、例えばこちらの北海道釧路に位置するディーラーに関しては、新電源工業の発売している 90kW 級急速充電器だったり、さらに福島郡山に位置するディーラーについても韓国のシグネット製の 100kW 級急速充電器であるということで、つまり今後補助金を活用してリプレイスしていく日産の急速充電器に関しては、その多くがこれらの 90kW 級の急速充電器となる見込みであり、したがって先ほども示した大量の日産ディーラーの急速充電器の多くが来年である2022年の1月末までに 90kW 級の急速充電器にリプレイスされると考えると、少なくとも現状の倍の出力を発揮することができるようになるという意味において、かなりマシな充電インフラに強化されるということになるのです。次に我々日本市場だけではなく海外市場における充電インフラ網の構築はどうなっているのかというと、特に今回新たに明らかになってきているのが、電気自動車の販売台数が急増しているヨーロッパ市場において、さらに急速充電ネットワークを拡充させていく方針を明らかにしてきたということで、それが日産がヨーロッパ市場において展開している18カ国においてアレゴとイーオンという2つのエネルギー企業とパートナーシップを締結して、日産の販売店に急速充電器を設置していくということなのです。こちらの急速充電ネットワークの拡充についての詳細を見ていくと、まず今から3年後である2024年までに欧州18カ国に存在する日産と提携している全ディーラーのマジョリティである 70% 合計して600カ所以上に対して、欧州で一般的な充電規格である CCS タイプ2、そして日産リーフで採用され我々日本市場で一般的な充電規格であるチャデモ規格という両方に対応した急速充電器の設置を進めていくということなのですが、今回のアナウンスにおいて最も重要なその急速充電器のスペックに関してですが、なんと24キロワット、もしくは
50kW 級というスペックの急速充電器にとどまるという点であるのです。こちらは本チャンネルにおいては何回も説明していることでありますが、この 50kW 級の急速充電器については初代日産リーフの急速充電性能をフルに許容することのできる充電性能であるという点であり、それこそ現在発売中である最新モデルの日産リーフ E プラスというのは最大充電出力を 70kW 程度まで許容することができる。つまり今から 50kW 級の急速充電器を設置したとしても日産リーフ E プラスの充電性能すらフルに発揮することができないのです。そして皆さん察しがついているかとは思いますが、いよいよ来年である2022年の2月中に納車がスタートする新型電気自動車の日産アリアに関しては最大 130kW という先ほど例を挙げた日産リーフ E プラスの実に2倍近い充電出力を許容することができるわけで、その日産アリアのロングレンジバッテリーを搭載したグレード、日本市場における B9 を例にとって計算してみると、仮に 50kW 級の急速充電器で30分充電したとしても理論値で 25kW はもちろん実際は充電ロスなどがあり、おおむね 22kWh 程度がいいところでしょうが、すると日産アリア B9 を30分充電したとしてもたったの 25% 分しか充電を完了することができず、こちらを高速道路を時速100キロでクーラーをつけても達成可能であるというような実用使いにおいて最も信用に値する EPA サイクルをベースにした航続距離に換算してみると、たったの122キロ分、つまり30分充電したとしても最大で120キロ程度分の航続距離しか回復することができない、このような低スペックな急速充電器を2024年までに欧州の600箇所を超える販売店に設置を進めようとしているということなのです。ただしこちらの充電器の種類に関してはその実際に設置を行う日産の販売店の裁量で 150kW 級というより高性能な急速充電器を設置することができるオプションも用意されている。つまりその販売店の考え次第では 50kW 級ではなく 150kW 級の急速充電器を設置することも可能ということにはなります。ちなみに仮にその 150kW 級の急速充電器を使用して日産アリア B9 を30分間充電したとすると充電残量 10% から 70% 分を充電することができると公式にアナウンスされていることから、おおむね 52.2kWh という電力量を充電することができる。つまり EPA 航続距離に変換して最大で 290km 分もの充電を完了させることができますから、先ほどの 50kW 級の急速充電器で同じ充電時間充電したとしても回復できる航続距離が実に倍以上も違ってくる。やはり充電における利便性という観点で雲泥の差となってしまう。したがって特に日産アリアが発売される日産については 150kW 級の急速充電器を設置することは当然でなければならず、でなければ今回日産が表明した充電インフラの拡充計画が日産アリアを購入するインセンティブに全くつながらないということなのです。しかしながらその中でも一点特筆すべき点も存在するということで、それがその充電料金体系となっていて、今回欧州全土に設置されていく最大 150kW 級の急速充電器というのは日産の電気自動車以外でも利用することができるわけで、そもそも日産が設置を進めたところで競合の電気自動車も利用できるのであれば日産の EV を購入する動機づけにならないと思われるかもしれませんが、そのために欧州市場においては日産の電気自動車が利用する場合のみにおいて充電料金が割安になるというインセンティブを付与している。つまりそのような日産の電気自動車のみに対してインセンティブを付与することができれば、競合車種と比較して仮に同じようなスペックであったとしても日産の販売店600店舗以上に設置される充電器を割安で利用できるので、それなら日産アリアや日産リーフを購入しようという考えに至る。つまり日産の EV を購入する動機づけにつながるのです。このように今回ヨーロッパ市場そして日本市場において明らかとなってきた日産の急速充電ネットワークの大幅拡充に関する最新動向については、特に我々日本市場については相当な規模感で急速充電器が最新のものにリプレイスされることが確定しているわけで、さらにその新設される急速充電器に関してはその多くの場合において 90kW 級程度の急速充電器が設置される見込みとなるということ、しかしながらその充電器というのは日本市場においては日産車以外の全ての競合メーカーが発売する電気自動車でも利用することができてしまうということ、この2点を総合すると別に日産の電気自動車ユーザー以外の全ての電気自動車オーナーに対する朗報となってしまうということですね。いずれにしてもそのような充電料金体系ゆえに日産の充電インフラに対する投資によってその他の競合も平等に恩恵を受けることができてしまい、それによってその他電気自動車を発売している競合が充電インフラに投資をしなくなるという
最悪のクズメーカーを生み出してしまうことにもつながりかねないということから、日産に関しては欧州市場と全く同様の戦略として、日産の電気自動車ユーザーのみに対してより割安な充電料金体系を適用できるような制度設計をいち早く、どんなに遅くとも日産アリアの正式な納車スタートである2月までには、現状の充電料金プランであるゼスプ3に代わるゼスプ4として、日産の電気自動車を購入することのインセンティブとなるような充電料金プランの概要を発表することが、日産の今後の電気自動車事業における成功、ひいては日本の急速充電ネットワークの健全な発展につながっていくのではないでしょうか。日産、いってらっしゃい。